です。今回もご視聴ありがとうございます。今ですね、国道368号線、またの名をね、伊勢訪問街道をね走ってまして、ゴールデンウィークの時にまさかのね交通渋滞でひどい目にねあった強力間である三垣峠に向かっております。ひどい目にあった動画がねこちらとなりますので、気になる方はね概要欄からご確認ください。本日はね8月15日、お盆の最終日ということで、お盆休みでもね三垣峠が渋滞しているかどうかねすごく気になるので、今回ね検証しにやってきました。果たしてねこの先の強力間である三垣峠は渋滞しているのでしょうか、またはね難題の対向車とスライドするか、ご確認のほどよろしくお願いしますよということでね、今回も元気よく行ってまいりましょう。カンタの国道チャンネル。この日もねかなり大気の状態が不安定でね、いつ雨が降るかわからない状態だったので、この先の三垣峠でゲリラ豪雨に遭うかどうかね非常に心配でした。から私は通行するので、さあ果たしてお盆はどんな感じでしょうか。てかもうこんな道どうせスイスイやろうと思ってさ、そのゴールデンウィークも走っていくけどさ、まさかのまさかだったね、ゴールデンウィークは。これが国道やびっくりやな。この道をナビで結構案内されるらしいわ。大阪へ帰る人だったから、その名阪国道が渋滞だと言ったら狭いの。松坂市に入りまして、油断していた次の瞬間、ありえない光景が目に映ります。ちょっと待って、はい、なんだお前らは。ちょっと待って、なんだお前ら、これこの犬、あれじゃない、誰かが話すのか。いやだけどさ、やばくないこれ、やばくないこの話し飼いは。さすがに。え、首輪つけとる？うん、つけとるよ。ほんまやな。ほんまつけとるな。この辺誰かな？うわ、来た来た来た。後ろ来た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 。うん、まじで後ろ来たぞ。ちょっと、あ、おるんだ、こっちに。あ、こっちに飼い主さんおるんや。あれや、あれや。びっくりした。後ろから来た。この奥は何なん？突然の珍客が現れたので、ちょっと寄り道しましたが本線に戻ります。やべえ、雨が降ってきた。こんなとこで、見てこの暗さ。俺はこれ夕方か、これの道
私はそうやけども、本当大きな車で来たらあかんな。でもなんかトラック走るみたいよ。なんか前トレーラー来たみたいな。頭下げるとか、まあ、そんな感じなんだけど、フルムシで行く人おるね。
わけでお盆休みはね、渋滞はしていませんでしたね。ひょっとしたら時間帯にもよると思うんですが、とりあえず何事もなくね、下山することができそうです。しかしね、この後がですね、動画の冒頭に発言した予感がね、的中しまして、この後ね、天気が一変しまして、ゲリラ豪雨のね、レッドゾーンに突入してしまいまして、まあ、その状況をカメラで放送しましたので、次回の動画でね、ご紹介させていただきますので、次回もよろしくということでね、今回は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、さようなら。